音楽はどうやったら作れるんだとか、絵はどうやったら描けるんだ、描いてみたらどんなものができるんだ、やりたいことがありすぎて、とにかくもうこう一個ずつ潰していきたいっていう欲望しかなかったんですよ。まあ本当にわがままでした、単純に。まあ22、23だったと思います。アミューズの先生に頼って、ちょっとこういうスタッフ、プログラマーがいないんだけど、いないみたいな、もう本当に同人みたいな感覚で、とりあえず作ってみるぞ。ストリートファイターとかガロ伝説とか、まあ、他社製品っていうのは世界の格闘技をモチーフにしたキャラクターが多かったんで、もっとそのドラゴンボールだったり、ああいう超人が飛んだり跳ねたりっていうようなところを表現できる格闘ゲームを作りたいっていうところで、アニメ会社に何やったらいいかわからないけども、こういうものが作りたいからどういう手順を踏めばいいんだみたいな感じで聞きに行ったりしてやりましたね。はい、もう全部手探りです。僕らがイグザードを立ち上げる前に、森がすでにそのブレイブルーという作品を作っていて、もうそれまでのギルティギアっていうのは、そのいわゆるドット絵、コンピュータグラフィックスの 2D のグラフィックの一番いいものを作ろうって言って目指して作ってきたものなんですよ。ブレイブルーが来て、でそれを見た時に僕は、あ、もう 2D でやってもこの作品に追いつくことはできても追い越すことはできないっていうものが見られた気がしたんですよ。違う形を模索しなくちゃいけないっていうふうにスタッフみんなで考えたっていうところがあります。一番大きかったのはですね、まあ、弊社の元村っていうのが個人で実はアークの中で企画を立ててたものがあって、非常に完成度が高かったんですよ。でそれをバッて横目に見た時に、ギルティに落とし込むことができたら 3D なのに 2D に見えるものができるはずだっていうビジョンがその瞬間にバッて湧いたんですよね。でそれでちょっと協力してくれないかって話を持ちかけてもらって、今に至るっていう感じです。はい、僕個人の哲学としては、そのとにかく何かを始める、で始めたら終わらせるっていうところがすごく大事なことだと思っていて、何か今までやってなかったこと、あるいはやりたいと今思っていることでやれること、それをまず始めてみて終わらせる、それが100点である必要っていうのは全然ないと思うんですよ。ただ終わってみた結果得られたもの、なんか足りなかったものって何なんだろうって、それが自分にとっての振り返るものであったり前に進む材料になるはずなんで、まず始める、終わらせる、それをやってみることが僕はいいんじゃないかなと思います。